今週も始まりました、クリコマ三六音楽の旅のコーナーです。今日も三田地蔵さんと一緒にお送りしていきますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のクリコマ三六音楽の旅はですね、はい、7月8月とイベントが目白押しですので、そうですね、はい、その中からね、紹介していきたいと思っておりますよ、はい、初めにですね、エリカ震災復興チャリティジャズ in 安城寺、こちらの紹介していきたいと、はい、そうですね、はいはい、この安城寺さんはですね、はい、湯沢市の倉田さんの隣にある寺なんですけれども、はい、こちらの方でですね、過去2回ほどポカラマスターのですね、栗駒三六タンポポ団の方のライブを去年おととしてやってまして、はい、まあ、そういった部分でいろいろ音楽に非常に理解のある方ということで、はい、今回こういったジャズのイベントになりますけれども、はい、こちらの方ですね、震災復興チャリティージャズイン安城寺を主催しております相馬博さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。こんにちは、安城寺の相馬です。皆さんお元気でしょうか。過去に何度か出たことがあります今回ご紹介いただいたわけですが、エリカという女性シンガーがニューヨークにおりまして、僕の友人です、はい、で震災後からメールなどをいただいて、応援のメールをいただいて、どうにか自分で力になれないだろうかという打診がありまして、今度7月に日本ツアーを行うので、その時にできれば東北の方に行って応援したいということが申し出がありましたので、じゃあうちの安城寺でお引き受けして開催しようかという運びになったわけです。なるほど。ちょうどこのエリカさんもこのプロフィール見ると福岡出身ってことで、ちょうど広瀬さんも福岡のご出身で、僕も九州の福岡出身で、福岡のからのお友達というか友達なんですが、なるほど、はい、でこれ結構ね、今プロフィール拝見したりですね、はい、しますと、はい、まあ、今中心はまあニューヨークの方で、はい、活動されてるということで、はい、まあ、ニューヨークのそうそうたるメンバーとですね、そうそうたるそのクラブで演奏実績があるという形でですね、非常に楽しいライブになるのかなと思ってはいますけれども、はいはい、この時に一緒に来られる方はどういった方が一緒に、カールトン・ホールムズっていって、ピアニスト、じゃあニューヨーク界のニューヨークのジャズ界ではもう本当に一番今光ってるピアニストでありまして、過去にも一度一緒にツアーを日本で組んだことがありまして、でもコンビもバッチリ合っておりますので、素敵な演奏をお届けできるんではないかなと思っています。あ、そうですか。ひなみちゃんはあれかな、こう、はい、ジャズとかっていうのは聞いたりしたことある？私あまりジャズ聞いたことないんですけど、はいはい、でも前取材に行かせてもらったところでそのジャズを流すことがあって、ゆなとさんね、はい、だからもうジャズってなんかこうゆっくりしたっていうか、結構こうゆっくりした時に聞くんでいいなみたいな感じしますよね。そうね、割とこうね大人っぽい感じで聞くっていうのもあると思うんだけども、ちょうどねこうお寺の本堂の中と、はい、まあ、ニューヨークを中心に活動している方もジャズとって形で、この微妙なコラボレーションがまた一つね興味をそそられるって感じがしますけれども ね、 そうですね、はい、はい、でこれ創建美茶の宣伝、2007年、同年ですね、創建美茶、創建美茶っていうのがありますね、CM を実を言うと歌っておりまして、はい、なるほど。こう海外にいながらもこう日本の方での活動も、あるという形で、はい、で何と言いますかね、そのやはり故郷が日本でありますから、どうしても日本で活躍したいというのもありまして、普段はもうニューヨークに在住してみんなと混じってやってるんですが、そういう今回は特別な思いもありましてから、ぜひ秋田の安城寺でみんなの応援をしたいということで、はい、なったわけですが、はい、はい、Blackberry winter comes without a warning, just when you think that spring's around to stay. So you wake up on a cold rainy morning and wonder what on earth became of me.
blackberry window. Only last a few days, just long enough to get you feeling sad. When you think of all the love that you wasted on someone whom you never really had. I'll never get over losing you, but I've had to learn the life goes on. So lonely. Most of all in springtime, I wish I could enjoy the first of May. But I know it means the blackberry winter is now too far away. エリカさんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。エリカさんは福岡県出身、高校の時オリジナル曲でヤマハのティーンズミュージックフェスティバルで優勝、その後ピアニストの平戸雄介氏に誘われてニューヨークでオリジナルをレコーディングする。2000年ニューヨークに渡りシティカレッジでジャズを学びました。2003年卒業、その後ニューヨーク市内のジャズクラブで演奏し、2006年にニューヨークでファースト CD をジェフ・パットン、デイビッド・ウォンピアノトリオで録音、2006年浅草ジャズコンテストのボーカル部門でグランプリを獲得。コカ・コーラ社の双剣美茶の CM ソングを歌う。これ双剣美茶ってやつですかね。で、まあ2008年に
ホメロ・ルヴァン、カールトン・ホルムズ、ヨス・バーニー・テリー、パウロ・レビといったニューヨークで活躍するジャズ、ブラジリアンのミュージシャンの7人編成でトニー・ベネット・スタジアドレコーディング。2009年の3月に日本で CD オブセッションをリリース。同年8月に米国でもリリース。8月、ベーシストのロニー・プランキシコグループをバックに CD リリースライブを行う。2009年秋にサックスのパウロ・レビと日本ツアー。2010年、ニューヨークのジャズクラブ、北野でカールトン・ホルムストリオとギタリスト、ポール・メイヤース等でライブ。2010年春、秋、カールトンと日本ツアー。2011年、ニューヨークのブルーノートに出演。で、2011年今年ですね、5月と7月に日本ツアーということでですね、まあ、そうそうたる、略歴でございますけれども、ここで一曲ですね、エリカさんのアルバムから聴いていただきたいと思います。Rustling of that leaves used to be my lullaby. In the sunny south, when I was a tot so high.And now that I have grown, and find myself alone, cradle me where southern skies can watch me withA million eyes, oh, sing me to sleep, lullaby of the leaves. Cover me with heaven's blue and let me dream a dream or two. Oh, sing me to sleep, lullaby of the leaves. I'm breezing along, along the breeze, hearingA song sung through the trees. Ooh, the pine melody caressing the shore, familiar to me, I've heard it before. Ooh, that south wind, don't I feel it in my soul? And don't I know I've reached my goal? Oh, sing me to sleep, lullaby of the leaves.
A melody caressing your familiar to me. I've heard it before. Ooh, that suffering, though I feel it in my soul. Though I know I've reached my goal. Sing me to sleep, the lullaby of the leaves. The lullaby of the leaves. Lullaby of the leaves. Lullaby of the leaves. はい、今聞いていただきましたけども、みのちゃんどうですか、はい、今の、なんかこうムードのある、うん、いい曲でしたね。そうですね、はい、結構ねこう心洗われるっていうかね、はい、感動するっていうかね、はい、なんかこういったのをね生で聴けると思うとちょっと楽しくなりますね。そうですね、生だとまた一段とよく聞こえますね。そうですね、はい、ではですね、はい、こちらのライブの方の概要、はい、時間とかはですねちょっとご説明していただきたいと思います。はい、7月31日日曜ですね、会場が午後6時、開演6時半となっております。場所は湯沢塩町安城寺、倉田さんの隣ですね。そういった方がよくお分かりになるかと思います、ね。旧国道の方を行っていただいてですね、はい、倉田さんとか、三木さんとかありますね。そうですね、はい、この角 の奥の方のお寺です。入場は無料となっております。はい、で駐車場の方がですねちょっと狭いので境内の中に止めるということができませんので、ここに見つけていらしてもらえれば助かります。はい、でもしわからないことがありましたら、パンチョジさんの方の電話番号の方をですねご紹介もしていただければ。はい、連絡先として僕の携帯があります。090-5842-0253、相馬博士までお願いします。はい、それではですね、こちら7月31日の日曜日ですね、はい、夕方の6時30分からですね、はい、湯沢市大町の、安城寺さんの方で、行います。エリカ震災復興チャリティージャズイン安城寺ということですね、はい、こちらの方主催しております相馬博士さんの方に お話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only8月と湯沢ではイベントが目白押しですよね、はい、そうですね。この七夕終わってお盆があって今度大名行列、はい、まあいろいろね、ま、湯沢市内でイベント祭りごとたくさんありますからね。はい、はい、この番組内でもね紹介していきたいと思ってますよ。 それでは皆さんまた来週。はい、それではさようなら。さようなら。本日お送りいたしました曲はエリカさんの演奏でブラックベリーウィンター、ララバイオブザリーブス、マイワンアンドオンリーラブ、以上3曲エリカさんのアルバムブラックベリーウィンターよりご本人の承諾を得て収録し放送いたしました。